川崎さんに聞くフィリピンでの魚の買い方。ミルガイ。ミルガイ。あ、これはローカルのミルガイ。これ刺身でいけます。これ。意外とうまい。マグロ。あ、すごい。あのお昼ご飯を食べに来ました。つけ麺、あ、つけ麺がある。結構いろいろある。うん、いろいろありますね。もちろんおでんハウスさんなのでおでんもあります。ですね、今日はあつこさんはマグロ丼を。まだ朝9時ですか。朝9時からマグロ丼を。辛いの得意ですか？はい、好きです。結構な量の唐辛子が入る。おいしそう。いただきます。おいしい。うん、ごま油と醤油が効いてておいしい。サクサク。あー、おいしそう。友達来るときは必ずここは来ます。上にカレーパンを食べに朝ごはん。いい音。サクサクしてますし、中もすごいもっちりしててカレーの味もちゃんとしっかり、うん、いい匂いする。めっちゃいい匂い。めっちゃ美味しいんですよ。もらってくれんかったの。なんかいい。バイバイ。こんにちは。あー、かわいい。あ、かわいい。
かな、これみんな寝てるんですか、下にいる子たちは。死んだら浮いちゃうか。あー幻想的。リボクが欲しくて今こういうの、うん、でもなんかあこれとかなんか結構いい。どこに置くんでしょう。リボクいっぱいあるテンション上がる。作るにできるかなっていう、アイディアを沸かせるためになんか買っとこうかなっていう、ね、ほうほうほう。だってほら、すごい素敵な形してない？そうですね。って思ってる。まあ、もうするね。750。700、600。あ、今これとかなんか素敵。ベッドの上。玄関。買います。流木お買い上げ。マジで見て、うん、あ、ヘビ。うろを巻いてる。食ってるんですか。爬虫類屋さんだよ。すごい。爬虫類屋さん。ちょっと入るの怖い。勇気を出して。すごい。え、なんか、なんか座布団みたい。座布団みたい。あ、ここにもいる。うわ、口開けてる。何なのこの生き物。猫。あ、珍しいのがいる。毛のない猫がいますよ。あ、本当だ。なんて言ったっけこの子。すごいレア。なんか。模様すごい。綺麗だね、綺麗な生き物。かわいい顔してる。どうしたのそんな声出しちゃって。餌欲しいな。あら。グリーンレインショップ。これをちょっと、それかわいい、かわいいですね。似合いそう。これ買います。まーちゃん似合いそう。セットアップもかわいい。セットアップか。あ、うーん、かわいい。あ、透けてるの。また買い物した。何のために働いてるんだろう。これ、ああ可愛いじゃん。あ、いやでもこれは買うべきだな。いやそう思ったら買った方がいいよ。絶対。だって思い出すよ。合計1000ペソぐらいじゃない？はい。ああ、あれも可愛い。楽しかったですね。勉強になりましたね。めっちゃ勉強になった。あ、こういうお魚も売ってるんだとか。ごぼうが160ペソで市場で買えるんだっていう情報も分かったので。春菊とかね、なんか意外といろんなものあったね。ありましたね。皆さんもトルティマールで買い物をしに行ってもいいんじゃないでしょうか。ではこの動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画まで。